帽子をかぶると蒸れて髪が薄くなりやすい。はい、こんにちは。のべほんてんののべです。今日も視聴者さんからいただいたコメントに対してのべさんがお答えするという形でお送りしたいと思います。まずはそのコメントを読ませてもらいます。なみ坂野さんから、いつも拝見してます。彼氏のことなんですが、遺伝だと思いますが頭頂部が薄いです。まだ34歳で本人も気にしています。仕事柄帽子をかぶることが多く、夏場は蒸れやすいので、それも相まって薄くなってきてるのかなと。頭皮マッサージは薄毛にもいいのでしょうか。私は毛量が多すぎるので分けてあげたいです。ちなみにカットは私がしています。美容師ではないですが、頭頂部が目立たないよう気をつけながらカットしています。こんなコメントをいただきました。そこで今日はですね、この帽子によって蒸れることで髪が薄くなってきたのかなといったお話を中心に、のびさんがお答えしたいと思います。必ず最後までじっくりとご覧ください。では行ってみよう。では早速参りましょう。この帽子をかぶると蒸れて髪が薄くなるのかどうなのかということについて、のぶさんの考え方をお伝えしたいと思います。まずですね、もし本当に帽子をかぶることによって蒸れて髪が薄くなるのであると、プロ野球選手考えてみましょう。プロ野球選手というのはですね、1日の大半帽子をかぶっていますね。もっと言ってしまえば1年間の大半、まあ、現役選手を続けている限りほとんどの時間帽子をかぶっていると思います。我々、ね、帽子をかぶる仕事じゃない人間に比べたら帽子をかぶっている時間が莫大に長くなっております。もっと言ってしまうと、プロ野球選手になるためにはですね、下手すると物心ついた頃から野球を始めてるわけだよね。どんなに遅くとも小学生からは野球を始めてるはずです。なので野球をしてない人に比べると、帽子をかぶってた時期は小学生から遡ってずっと帽子をかぶって生きていくわけだよね。そしてプロ晴れてね、プロ野球選手になって、さらにずっと帽子をかぶり続けると。プロ野球選手の平均のその現役の年齢ってのはいくつか知らないんだけど、でもまあ大体30代ぐらいは普通にいるよね。中には40代まで現役でやる人がいると思うんだけど、じゃあそのプロ野球選手の皆さんを見てみると、幼少期からずっと帽子をかぶり続けてるので薄毛の確率が高いのかというと、全くそんなことはないと思います。もっと言ってしまうとだね、おまわりさんね、交番のおまわりさんなんかはずっと帽子かぶってるでしょ。そしてパトロールというかね、出かけるときは自転車だったりバイクだったりでね、こうパトロールするときっていうのはまたヘルメットをかぶって、というふうにかなり長い時間帽子をかぶってるよね。じゃあ警察官の人が、薄毛の確率が高いのかというと、そんなことはない。もっと身近な例で言うと、食品関係のお仕事してる人なんて一日中帽子をかぶってるでしょ。じゃあ食品関係の人はみんな薄毛の人が多いのかというと、そんなこともないんじゃないかな。逆に言うと、帽子をかぶらないお仕事の人には薄毛の人が少ないかというと、そんなこともないと。なので、ノブさんの考え方では、つまり帽子と薄毛の因果関係というのはほぼないんじゃないかなと思います。それと、この帽子をかぶることによって、なみ坂野さんは、夏場は蒸れやすいので、それも相まって薄くなってきているのかなと、なんとなく感じているみたいなんだけど、その蒸れることによって、薄毛が促進されるのであれば、常夏の島、ね、気温も高い、湿度も高い、一年中夏みたいなね、そういった国に住んでる人はみんな薄毛になっちゃうんじゃないかなと。帽子かぶんなくてもいつも蒸れてて、ね、気温も高い、湿度も高い、いつも蒸れてる状態なので、薄毛の確率が高くなければおかしいんじゃないのかなと思うので、のぶさん的にはその蒸れることによって薄毛が、促進されてしまうということは考えにくいなというふうに感じております。ただし、このねチャンネルの動画内でいくつもの動画の中で言ってきたんだけど、髪の毛というのは血液とものすごく密接な関係がある。これはね事実だと思うのね。なので、帽子の種類によってはね、ものすごく頭を締め付ける帽子、そういう種類の帽子であったり、かぶり方であったりね、とにかく頭を締め付ければ当然、血行は悪くなるよね。なので、そういった意味では帽子が関係なくはないのかなとは思うんだけど、この夏場の蒸れによって薄毛が促進されるってことは考えにくいんじゃないかなと思います。
それと、もう一つの、このナミさんのね、お話だと、私がカットしてますと。で、美容師さんじゃないんだけど、トップが薄いのが目立たないようにカットしてあげますという話ね。これは、非常にラブラブでいいですね。髪の毛切るって、すごくこう、触れ合い、実際にこう、なんていうのかな、コミュニケーションを取ることにすごくね、役立つので、お互いに切り合うなんてことは、ノブさんは全然反対派でも何でもないです。カットはプロに任せた方がいいですよ。素人は手を出さない方がいいですよ。なんてことは別に思ってない。どうせ髪の毛なんか伸びるしね。で、どうせ切ってあげるんであれば、トップが、薄いことを気にしている彼氏を切ってあげる場合ね、薄いところと薄くないところのバランスを取るってことを一番ね、重要視してもらうのがいいんじゃないかなと思います。つまり、このあるところをなるべくなくすということね。それと、薄くなってるところも長く伸ばせば伸ばすほど髪の毛っていうのはその髪の毛自体の重さで潰れようとします。なので、このトップの長さもほどほどに切った方が髪の毛は立ち上がりがつくのでいっぱいあるように見えるし、それ以外のね、薄くなってないところもなるべく髪の毛の存在感をなくした方がこっちがいっぱいあるように見えますよ。これはノブさんが、これもね、何度も言ってるんだけど、相反する要素が隣同士にあるとお互いを目立たせ合いますよというノブさんの考え方があるわけね。例えば今日のノブさん、白い T シャツを着ています。まあいつも白い T シャツ着てるんだけど、白い T シャツを着てるとノブさんの色の黒さがものすごく目立つわけね。でも黒い T シャツを着た方がどちらかというと顔の黒さは目立ちにくい、肌の黒さがね、目立ちにくくなるわけ。これは相反する要素が隣同士にあるとお互いを目立たせ合います。なので、白い T シャツを着ると黒く見える。黒いノブさんが白い T シャツを着るとより白く見えるというその相反する要素がお互いを目立たせ合いますという原則があります。なのでここは薄くなってきている場合というのは薄いところのすぐそばに薄くないものがあると余計薄さは目立っちゃいますので、なるべくトップの長さは長くしすぎないでふんわりさせましょう。そして薄くなっているところのすぐ横はなるべく存在感をなくす、つまり、かなり、ね、短く切っちゃった方が薄さは目立たないんじゃないかなと思います。それと、まあ、一番肝心なお話というのはね、頭皮マッサージは薄毛にもいいのでしょうかという話ね。これとてもいいと思います。なんなら育毛剤をただつけるだけとかよりも効果は期待できるんじゃないかなとノブさんの主観ですが思っております。なぜかというとさっきも言った通り、髪の毛というのは血液と密接な関係があるので、やっぱりね、薄毛の原因は第1位は血行不良であろうとノブさんは思っております。なので髪の毛、しっかりと育てたかったら頭皮の血行を良くした方がいいんじゃないかなと思うわけね。それには頭皮をもみもみするっていうのは一番いいと思います。で、この頭皮のマッサージのねアドバイスも過去の動画で繰り返ししてるんだけど、今一度ぜひね、このナミ坂野さんが彼氏と一緒に見てくれてることを願ってですね、今一度ここで、いい髪の毛が生えるであろうノブさんのおすすめの体操を一緒にやっていきたいと思います。いきます。まずね、直接頭皮を揉む前に首をストレッチしましょう。なぜかというと髪の毛というのは血液でできています。そして血液というのは心臓がポンプの役割をして体中に血液を送っております。で、ここから太い血管を通って、首までは太い血管を通って上に行きます。で、頭のてっぺんに行くほど血管はどん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 細くなっていきます。なので首のストレッチから始めるとより血液は行きやすくなるんじゃないかなとノブさんは感じているので、まずは首のストレッチをしましょう。手をこうして合わせて胸にピタッと当てます。そしてこの胸の皮を下に引っ張る。胸の皮を下に引っ張りつつ顎をぐーんと上げていく。そうすると首の真ん中がぐんぐん伸びるんだよね。で、ここで注意しなきゃいけないのは、頭をどんだけ後ろに反らせられるか大会ではなくて、顔をどれだけ天井に近づけられるか大会だと思ってください。なので、この手と手をね、合わせて下に引っ張るということと、顔を上に持ち上げるということで、首を伸ばすということが大事なのね。後ろに傾けることが大事なんではないです。真上に引き上げていく。首の皮を伸ばす。これをしっかりやりましょう。はい。口は閉じたままね。ベロは上顎にべったりとくっつけたまま行きましょう。その方がより伸ばすのがきついからね。口を開けてると簡単。で、口を閉じててもベロがだらんと下がってると簡単。なので、口は閉じて、
ベロは上顎にしっかりとくっつけて鼻呼吸をしながら、そして鼻の息を吐くときにしっかりと伸ばすイメージでいきましょう。手はしっかりと下に引っ張ることね。戻すときゆっくりしないと、普段やり慣れてない人は首がゴキッと痛くなっちゃうからね。はい、次。こっちの手で反対側の耳、肘がね、前に来るんじゃなくて真横です。反対側の耳、そしてセンターを、この真ん中ね、真ん中をしっかりと伸ばした状態で肘の方に腕を傾けていく。そして、この横の筋をしっかりと伸ばしましょう。この時も当然、お口は閉じて、ベロは上をべったりね。そして鼻呼吸、吐く時に特にしっかり伸ばすようなイメージで、この真ん中もしっかり伸びてることを意識してね、こういう風にならないように、まっすぐ、そうするとここがビンビンに伸びてるでしょ。絶対に無理をしちゃダメです。痛く感じる手前でやめときましょう。そして戻すときは特にゆっくり、戻し始めは特にゆっくりいきましょう。はい、じゃあ今度反対、しっかりと肘を上げて、顎を伸ばして肘の方向に引っ張っていく。こっちの肩がこう上がらないようにね、こっちの肩はむしろ下に引っ張る感じで、真ん中を伸ばしたまま横に行きましょう。お口は閉じて、ベロは上顎をしっかりつける。鼻で息を吸って、鼻で息を吐く。吐くときにしっかり伸ばす。痛くなるまでやらない。戻し始めは特にゆっくり。はい、じゃあ今度ね、こう、さっきは真横だったけど、今度はこう、これで肘の方向に頭を下げていくんだけど、そうすると今度は、ね、首の後ろがしっかり伸びるからね。同じようにベロは上顎をつけたまま、お口は閉じた状態で鼻呼吸です。要領は一緒、肘の方向に伸ばしていくと首の後ろがしっかり伸びる感じがするからね。はい、戻すときゆっくり。今度反対です。こう、肘の方向に、とにかく首に意識を集中してね。あ、首がしっかり伸びてるなと、気持ちがいいなと。でも痛くなる手前でやめましょう。普段やり慣れてない人はいきなりグイグイ力を入れてやるとね、首を痛めちゃうからね。はい、戻す。さあ今度は頭の後ろで手を組んで、こういうふうにね、手を組んで、今度は肘を寄せての真下、顎がこの胸につくようにぐーっと、首の真後ろがしっかり伸びるよね。はい、ゆっくり戻しましょう。これでね、首がしっかり伸びたということと、当然その中にある血管のね、ストレッチにもなっているので、血流は良くなっているはずです。そしたら次、頭皮のもみもみ、いよいよ、頭皮をもみもみします。この時に、ノブさんが必ず言うのは、これが頭皮だとした場合ね、指を、この皮膚上で滑らせないこと。指と皮膚はくっついたまま、皮膚と頭蓋骨がずれるようなイメージね。こんな感じ。こうするんじゃなくて、指と皮膚はくっついたまま、皮膚と骨がずれるイメージね。ジョリジョリ、髪の毛が擦れる音がしないようなイメージでね。で、4本指でしっかり頭皮は両側からグッと挟みます。そして指が滑らないように、ぐーりぐーりと。これもね、人によっては場所によって痛いところがあったりするから、痛いところは無理にゴリゴリやらないように。はい、グリグリやったら少し指を上げて、グリグリ。これね、自分でやっても気持ちいいんだけどね、ナミさんはぜひとも彼氏をナミさん自身が彼氏にやってあげてみてください。彼氏がね、できたら寝っ転がった方がいいね。なぜかというと、血流を良くするって言ったでしょ？人間って立って歩いてる、立って生活してるね、椅子に座ってる、その状態では心臓よりも頭が高い位置になるので血液が行きにくいわけね。でも横に寝っ転がってると心臓の位置と頭の位置はかなり平行になるわけだよね。その方が血流はより行きやすくなるからね。
はい、グリ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 、下から上に向かってグリグリいくような感じで、でこの要領で今耳の真上をやったんだけど、今度は耳の前を下から上にやっていく、耳の少し後ろをやっていく、ね、グリグリしながら滑らせないように、骨と皮をずらすようにグリグリやったら、今度は親指で耳の後ろのペコリンとこうへっこむところがあるから、へっこむところがわからない人は少し上を向いてみると指がグッと入る場所があるからね、そこを片方ずつでもいいし、両方一気にできる人は両方一気にでもいいんだけど、グリグリ揉みながら少しずつ上に上がっていきましょう。これお風呂に入りながらやるのが一番いいね。お風呂に入ってると血流が良くなってるから、またお風呂上がりに大好きな人に自分は寝っ転がって頭の上からこう頭を押してもらうというのが一番気持ちいいと思います。リラックスできるからね、はい、そしたら今度手のひらを使ってまたここをグリグリ、この時もジョリッジョリッと髪の毛がね擦れないようにしっかりと両側から挟んで骨と皮をずらすイメージ、はい、じゃあ今度はねこの4本指でこのおでこをグリグリしましょう。これもだんだん上がっていくよね。とにかくこの頭のてっぺんに向かって血液を流していくんだというイメージでもみもみしましょう。で、腕が疲れちゃう人はテーブルの上に肘をついてやる、または片方ずつやる、そして手の力で挟んで動かすんではなくて、肘がね固定された状態のまま頭の方を動かすとね、この手が疲れないまま頭皮にかなり、強い圧でもみもみすることができるから、痛くないギリギリまでやっちゃって大丈夫です。これを1日そうだな1日1分間1分間で意外と長いからね、慣れない人は最初1日1分間を1週間やってみましょう。そうすることで、頭皮の血流かなり良くなるし、大人女子が大好きな、顔のリフトアップ、ね、目がパッチリ開く、顔色が良くなるなんていう副産物もついております、頭皮のね血流を良くしていい髪の毛を生やしたい、プラスそれをやってるとお顔も綺麗になっちゃうよと、そういった効果があるので、ぜひともこれ1日1分間1週間やってみてください。いつもこの動画を見てくれてる人、チャンネルを見てくれてる人はね、過去にもノブさんがこのことをお伝えしてるので、私ノブさんに言われてから毎日続けてますよと、そういう方いると思います。そういう人はぜひねコメント欄の方に、毎日続けた結果今こんなことが起こってますよということをね、ぜひコメント欄にお寄せください。そして、ナミ坂野さん、ぜひともですねその彼氏にね、自分の髪の毛を分けてあげたいというほどその愛している彼氏に、頭のもみもみ、愛を込めてやっちゃってください。ということで、帽子によって蒸れるから薄毛の原因になっているということに対してはノブさんは、そうじゃないんじゃないかなと思っている派です。ただし、頭皮の血行を良くすることによって髪の毛が、いい髪の毛が生えてくるということはあると思います。ただ薄毛が改善されますよと、みるみる髪の毛が生えてものすごく多くなりましたということはね、あまり期待しないでください。何事もそうなんだけど、それをやったからといって完璧に治るなんてことはないと思うね。そもそも病気じゃないからね、薄毛というのは、病気、厳密に言ったら病気じゃないと思います。なので治るなんてことはないと思う。でも少しでも改善されればきっと彼氏のモチベーションも上がるでしょうし、ナミさんもね、その喜ぶ彼氏の顔を見てナミさんも嬉しいんじゃないかなと思いますので、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。ということで現場からは以上です。では今日も最後までお付き合いありがとうございました。毎回告知させてもらってますが、7月4日日曜日夜9時半からライブ配信やっちゃいます。ぜひとも今からスケジュールを開けておいていただいてですね、当日ノブさん&編集と音楽を担当しているこの赤ズの2人で皆さんと楽しい時間を過ごしたいと思っておりますので、楽しみにしておいてください。ということでまた明日会いましょう。バイバイ。じゃんけん、じゃんけんのことをジャイケンって呼ぶ人がいるよね。これね、多分どこから、日本列島のどこの地域の人がジャンケンをジャイケンと呼ぶのかノブさん知りたいので、私何々県に住んでるけどジャイケンと言いますよというコメントもお待ちしております。ということで、ジャイケンぽいパーでした。
ありがとう。